梶田孝たかあき、かじたたかあき、かじたたかあき、1959年3月9日帯は、日本の物理学者、天文学者である。埼玉県東松山市出身、東京大学卓越教授、同大特別栄誉教授、東京大学宇宙船研究所長、教授、剣道研究所、付属宇宙ニュートリノ観測情報融合センター長、東京大、 かぶりかずもの連携宇宙研究機構主任研究員、埼玉大学フェロー、東京理科大学理工学部物理学科非常勤講師。専門はニュートリノ研究、理学博士。ニュートリノ振動の発見により、2015年にアーサー・ B ・マクドナルドと共にノーベル物理学賞を受賞した。2017年度より朝日賞選考委員を務めている。 1959年3月9日、埼玉県東松山市の農家に生まれる。幼少期から特に自然に興味があったわけではなかったが、読書が好きで、両親にお茶の水博士になりたいと話したこともあった。暗記よりも考える勉強を好み、高校の授業では、物理、生物、世界史、日本史などに興味を持ち、特に地学が好きだった。苦手科目は、 小文と漢文。中学時代の身長は 150cm 程度だったが、高校に入ってから 180cm を超えるまで伸びた。埼玉大学で物理学を専攻して素粒子に興味を持つようになる。研究者になれる自信はなくあまり勉強していなかったが、大学3年時に大学院に進学することを決意した。成績は小中学校では、 数つ付の勉強でもトップクラスだったが、県内の進学校である高校では、仲の下程度で、大学時代は、高校から続けていた弓道の部活動に熱中し、大学院入試は全く解けなかったという。妻とは、埼玉大学弓道部で3年時に共に副将を務めた。大学院で研究に本腰を入れるようになる。埼玉大学理学部を卒業後、 東京大学大学院理学系研究科に進学する。小柴正俊研究室に所属し、この頃から小柴、戸塚陽次のもとで宇宙船研究に従事する。素粒子に特に強い関心があったわけではなかったが、なんとなく興味があったという理由で研究室を選んだという。ニュートリの研究を始めたのは、東大理学部附属素粒子物理。 国際研究センター助手になって間もない1986年のことである。ニュートリノの観測数が理論的予測と比較して大幅に不足していること気づき、それがニュートリノ振動によるものと推測した。ニュートリノ振動とは、ニュートリノが途中で別種のニュートリノに変化するという現象であり、ニュートリノに質量があることを裏付けるものである。 これを明らかにするためには膨大な観測データが必要であり、岐阜県上岡町、現、日田市にあるニュートリノの観測装置上岡んでで測を始めた。天気となったのは上岡んでより溶石が15倍、大きいスーパー上岡んでが1996年に完成し、観測データが飛躍的に増大してからであった。1996年よりスーパーで,で、 大気ニュートリノを観測、ニュートリノが質量を持つことを確認し、1998年ニュートリノ物理学、宇宙物理学国際会議で発表。1999年に第45回、西野記念賞を受賞した。これらの成果はすべてグループによる研究の賜物であった。2015年、アーサー・ B ・マクドナルドと共に、ノーベル物理学賞を受賞。受賞理由は、 ニュートリノが質量を持つことを示す、ニュートリノ振動の発見である。同年、ノーベル生理学医学賞を受賞した、大村里氏らと共に、文化勲章を受賞した。2015年のカジタのノーベル物理学賞の受賞理由となった、ニュートリノが質量を持つことを示す、ニュートリノ振動の発見は、カジタの先輩でありしでもあった、とつかよを中心として行われた、研究のものであり。 カジタは、トツカの後継者として、ノーベル物理学賞を受賞する形となったが、トツカ本人は2008年に、ガンで亡くなっており、もしもトツカが生きていれば、カジタとの共同受賞は、確実だったと惜しまれ。カジタ自身も、ノーベル物理学賞受賞発表時の記者会見の場において、トツカ氏が生きていたら共同受賞していたと思いますかとの質問に、はい、そう思いますと即答している。 自身について、真面目で楽観的な性格だから、研究を続けられた、としている。妻や、同僚の塩沢正人教授、共同研究者の中谷厚義教授などによると、冷静で、感情を表に出すことは、あまりなく、温厚で起こっているのを見たことがないという。指導教官の小芝正人氏によると、謙虚かつ控えめで、学生時代は議論では、あまり活発に発言しなかったが、 実験には熱心だったという。中学時代の担任によると、先生の言うことをよく聞く、素直な子供だったが、温和で控えめな性格で、授業中に積極的に発言するようなことはなかったという。趣味はなく、飲酒や喫煙もせず、休日は富山市の自宅で寝ていることが多いという。また、テレビではニュース番組を見るという。子供の頃は、親から、 注意されるほど読書が好きで、隠れて本を読んでいた。更新の育成のため、東京大学や東京理科大学で教弁を取るほか、母校の埼玉県立川越高校でも、授業や物理部の指導を行っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。